Hey everybody, it's 8-Bit Blades here with Ryan, and today I'll be playing some more Digimon Story, Cyber Sleuth, Hacker's Memory. And we're jumping right back in. We got our Digimon and our buddies here, and we're gonna go and find the Shiba dude we're looking for. Let's try to get some. Ooh, I should have put the experience bonus item I got from carrying my data over. Jeez. Darn it. Alright, let's finish him off. Oh, that was a crit. Alright. Nope, wrong one. Now, it's... How do I need to remember how to do equipment? Aha! XP earned in battle. There we go. Hey, I gave him a lift some goggles from the first game. That works. Make him look fancy. Huh? You there, do you want one of the basic Digimon battles just so I can teach you? Nah, I think I'm good. Moving on. Whoa. Gotta go. Oh, come on with this. Hope you missed. That works. Oh, death right from the beginning. My turn. Well, having an OP person really helps in the beginning of the game. Alright, next area. Oh. あれがちゃんと可愛がってやるからね。あいつだ。あれが死骸王子だ。おい、そこのあんたら。ちょうどいいぜ。こいつらをキャプチャーするの協力してくれや。見ろや、この辺じゃ見かけないプログラムだ。きっとレアなやつだぜ。うまくいったら一匹やるからさ。 だとよ。好きにしろ。これはお前の試験だ。ありがとう。おい、何逃がしてんだよ。ちくしょう、ようやく追い詰めたのに。待ってくれ。 邪魔すんなや。忙しいところ悪いな。だが俺たちはお前に用がある。なんだお前ら。クーディエだ。便利屋か。
まさかザクソンが俺を。雑誌がいいな。ユーゴからの言伝だ。エデンの秩序を乱したつもり、しばらく現世で悔いてこいとさ。ザクソンの犬は引っ込んでな。Ooh, big boy boss fight. I'll go ice archery. Oh boy. There we go. 上出来だ。 Yay, level up.頼む、アカウント破壊だけは勘弁してくれ。安心しな。うちの新人がお前に用があるんだとよ。アカウントをお釈迦にするのはその後だ。何のことだよ。お前なんか知らねえよ。とぼけるとアカウント破壊だけじゃ済まさねえ。本当に知らねえんだよ。自分が買ったアカウントぐらい覚えたら。なんならほらデジバイス見てみりゃいいだろ。確かに、ここにはお前のアカウントはなさそうだな。俺嘘は言ってないだろ。だからさ、見逃してくれよ。頼むから、さあ。待て。残念だった。Oh no. It's an eater. Oh boy. なんだ。あれはデジモン。いや、違う。やばそうだ。逃げるぞ。放っておけ。どうせエラーするか、アカウントが破壊されるだけだ。待ってよ、冗談だろ。置いていかないでくれ。 And the eater ate him. Oh boy. ここまで来れば安全だな。エリカ、千歳、聞こえるか。くそ、さっきよりデジタルウェーブが乱れている。さあな、あんなのは俺も初めて見た。デジモンとも何かのマルウェアとも違うようだったな。どうも最近のクーロンは、いや、エデン全体が騒がしい。面倒なことが起きてなきゃいいがな。たかだか最初の手がかりが外れたくらいでしょげてんじゃねえよ。やつが外れならまた次の手がかりを探すまでだ。それとも
もう諦めるか？それもいい。これからはさっきみたいな危険が毎日のようにつきまとう。続けるもやめるもお前次第だ。ならいつまでもしけた面をするのはやめるんだな。少なくともこれからお前は一人じゃねえ。試験は合格だ。ギリギリ9大点ってところだがな。お前はこれから俺たちフーディエのメンバーだ。店に戻るぞ。あいつらが待ってる。Shadow commencing logout process. Continuing logout process. Oh boy. Logout successful. See you at your next login. Thank you. Eden is a human network connecting the worlds of the future operated by Kimishiro Enterprises. Oh boy. No. エリカの部屋で待っていろ。千歳を呼んでくる。兄ちゃんが行けって言った。だからってノックもせず入ってこないで。私のユーザーインターフェースのためのインプットデバイス。早い話がキーボード。ついでに肩に乗っているのがアウトプットデバイスの肩。スリッパがモーリー。メメタンが。メメタン。He trailed off into silence, gripping that stuffed animal. No good, she's not responding. What in the world should I do? Oop, next dude.よ、お疲れ。なんか大変だったみたいだな。およ、なんでお嬢をフリーズしてんの？あらら、それでいじけてるわけ？ほれ、千歳さんに見してみそう。なんだ、ちょっと傷がついただけじゃん。これならすぐ治るって。機嫌直せよ、お嬢。無理。
ネネタンは私の親友、親友が傷物にされた。この心の傷はきっと一生治らない。エリカ、そんなもん振り回すお前が悪い。こいつに部屋に行けと言ったのは俺だ。言わなかった俺が悪かった。お前も許してやれ。この前反対された新しい PC 買っていい？わお。それとこれとは関係ない。お、機嫌直った。さすがお兄ちゃん。お兄ちゃんつうかどっちかっつうとお父さんっぽいけどな。だっせ。うるせえ。エリカ、シガのアカウントの解析は済んだか？うん、もう少し。シガのアカウントを調べさせている。依頼人からの要望は対象のアカウントの破壊だ。あの化け物と遭遇して奴がどうなったのか確認する必要がある。出たよ。アカウントがエラーを起こしてるね。その化け物は何かのバグだったのかも。シガはそれに巻き込まれたか。でもよ、アカウントを食っちまうバグなんて聞いたことないよ。ああ、ザクソンに報告をしておく必要はあるだろう。だな。ま、ともかくこれでザクソンからの依頼は無事完了ってわけだ。それよりさ、新人君の試験はどうだったの？ああ、合格だ。マジでやったな。お前フーディーへようこそ。歓迎するぜ。じゃあ、ま、改めて自己紹介といくか。俺は今井千歳だ。よろしくな。リュウジとお嬢とは長い付き合いでさ、チームじゃ情報収集を担当してんの。さっき渡したハチドリじゃ役に立っただろ。興味あったらいつでもいいな。他のマルウェアも見せてやるよ。で、こいつがチームリーダーの三島リュウジだ。俺のことはもういいだろう。三島エリカ。もう分かっていると思うが、俺たちチームフーディーはエデンで仕事を請け負うハッカーチームだ。依頼内容は何でもあり。ハッキングから偽物探しまで何でもござれってな。個人からの依頼も引き受けるけど、お得意様はチームザクソンだ。奴らのことはもう分かってるよな。おい、教えただろ。しゃあねえな。もう一回レクチャーしてくれよ。ザクソンってのはエデンの自由と秩序を守ることを目標として結成されたハッカーチームだ。リーダーの名前はユーゴ。デジモンキャプチャーの普及と同じ時期に名を挙げたハッカーだ。ユーゴの思想に共感した中規模のチームがいくつか傘下に加わって爆発的に勢力を伸ばしたんだよな。今じゃその規模はクーロン1だって言われてるんだぜ。ザクソンはエデンを荒らすような悪質なハッカーを許さない。ハッキング能力はエデンを守るために使うべきだと考えている。俺たちがザクソンから依頼を受けるのもその辺が理由さ。フーディへの掟その1、悪事には加担しない。俺たちはザクソンの下で働く正義の味方ってわけ。事実、俺たちはエデンの行き過ぎた暴走行為を抑える役目を担ってるしな。俺たちの仲間になったからにはお前も悪いことは NG だぜ。ザクソンに喧嘩売るのもなし。お客様は神様ですってな。その点こいつは心配ねえよ。だな。自分のアカウントを奪ったハッカーを追いかけて
単身空路に乗り込んじまうくらいだもんな。俺たちのことはこれくらいで十分だろう。あとはおいおい覚えていけ。千歳、エリカ、どちらでもいい。こいつに板の説明をしておいてくれ。終わったらザクソンに報告に行く。リュウジがどこ行ったって？あれ、聞いてねえの？このネットカフェ、こいつら兄弟の店なんだ。生活費も稼げてアジトにもできて一石二鳥ってな。バイトの女の子も可愛いんだぜ。だ、手出すなよ。俺が狙ってんだからな。Oh, geez. さてお嬢、板の説明どっちがやる？千歳。ですよね。残念だったな、新人くん。well, 若くて可愛い女の子に教えてもらいたかっただろうけど、今日はお兄さんで我慢しとけ。さあ、こっちだ。ついてこいよ。おい、どうした？No, I'm not gonna talk to me. Okay. そんじゃな、先輩であるこの俺が直々に新人教育をしてくれよ。慎んで拝聴したまえ、モブタ君。何キョロキョロしてんだ？お前のことだってモブタ。ん？ Well then. あれ、気に入らない？おかしいな。俺なりの親しみがこもっているし、何よりお前のそのモブ顔を的確に表現したつもりなんだけど。 Okay. じゃあ他のを考えるか。ヌービノバディヌーブーさんはモブリン、モブリビオン。普通じゃ面白くねえと思うんだけどな。こういうのは無理強いするもんでもないしな。話を戻すぜ。これはもう説明する必要ねえよな。一見何の変哲もない PC 端末に見えるが、これがこの店のログイン端末だ。板の説明をするから PC を立ち上げてみな。板ってのは掲示板のことだ。今画面に映っているのがフーディーのサイト。チームへの依頼はここに設置された掲示板に書き込まれる。いろんなやつが掲示板に書き込むが、引き受けるかどうかは俺たちの自由だ。依頼は誰が受けてもいい。受けた本人がこなしてもいいし、誰かと組んだっていい。ただし難易度の高い依頼はチームでこなすからな。こいつについてはまず受けるかどうかの判断をリーダーのリュウジが決める。どっから頼まれてんだか知らねえけど、たまにリュウジが掲示板以外からもでかい仕事を持ってくることもあるしな。自分で言うのもなんだけど、俺たちは腕がいい。依頼内容もバリエーションに富んでるんだぜ。クラッキング対策とか防壁構築の依頼とか、悪質なハッカーの追跡とかな。お前、リュウジに拾われて運がいいよ。ハッカーを追跡するのにこんなにいい環境はないぜ。フーディエで依頼を受けているだけでも、お前が追う犯人につながる可能性がないとも言えないしな。ん？俺たちはなんでこんなことをしてるかって？まあ理由はそれぞれだ。ハッカーのスキルを磨くためとか。俺の理由か？そうだ、世の全ての女性たちを幸せにするため。何を隠そう、こうしてハッカーをしているのもある女の頼みを断れなかったからで。え、何その顔、ひょっとして右から左に聞き流してる？自分から質問したくせに変顔で先輩の話をスルーするとは。モブ顔のくせにやるな、この野郎。さすがリュウジが拾ってきた野郎だ。太い気もしてるぜ。
さてと、それじゃ習うより慣れろだ。いくつか依頼を入れといてやるから試しにやってみろよ。俺はその間にリュウジとザクソンに報告に行ってくる。心配すんなって、簡単なやつにしといてやるからさ。Yet another side, chapter 2, Handyman of Hundi. Hope I pronounced that right. Alright, then it, well, Digiline, messages from friend, stuff. Alright, well, I think that's going to be the end where I end this episode of Digimon Story Cyber Sleuth Hacker's Memory. If you guys enjoyed, like, subscribe, and I'll see you all for the next video. See ya!